忍は日本のプロレスラー。本名、菅原忍。もともとは、リングネームマグナム京都として、学生プロレス団体の RWF に所属していた。666の初期の興行には毎回、RWF の選手が出場しており、マグナム京都は2月29日のバトルスフィア、東京大会にマグナム京都として出場した。 このことが666入団のきっかけとなったようである。2004年6月6日のバトルスフィア東京大会における対ナスティブラックパンサー戦でデビュー。他団体では大日本プロレスに定期的に参戦。開イ態度ョ、WMF アジアンスポーツプロモーションなどのリングにも上がった。2006年12月19日中国北京市会与度体育館大会から 謎のマスクマンチョ新流としてドラゴンゲートに登場するも2007年11月9日、ストシボンバイ・エニで行われたカツオとのマスカラコントラ・カベジラ戦に敗北しマスクを脱いだ。その後はニューハザードの一員としてドラゴンゲートに参戦した。2008年5月にニューハザードが消滅した後、6月12日の後楽園大会で 戸沢塾の新しいメンバーとして登場した。6月28日、荒井健一郎、岩佐拓夫パートナーに、名古屋テレビアホール大会で行われた、オープンザトライアングルゲート王座に挑戦して勝利して、第19代王者となるが、7月12日、新潟市体育館で、トライアングルゲートの初防衛に失敗。八月九日、後楽園、ホール大会で、アンソニー W、 森、堀口元気とのスリーウェイマッチにて、ノーリングながら、堀口に勝利し、堀口の持つオープンザ・ブレイブゲート王座に挑戦表明。8月31日にブレイブゲートに挑戦も敗北。11月に所属していた、戸沢塾が解散となり、以降、ドラゴンゲートへの参戦が減り、現在ではほぼ、京都限定参戦となっている。2008年8月、秋葉プロレスに、 限定キャラのおでん、カーンとして登場した。2010年12月、30歳になるということで、記念に、ヤンキー2丁拳銃と組んで、有志鉄線ボードデスマッチで、佐々木隆史、星野勘九郎、シャドウ WX 組と対戦。これが第2本でのデスマッチデビュー戦となった。ただ第2本では、現在も、ストロング BJ 中心に参戦しており、2012年には4月に、 佐々木義人、7月に、岡林雄二とパートナーを変えながら、BJW 認定タック王座を2度獲得した。2015年4月11日、道の区プロレスで活躍中のムーの対応に、マスクドバリ2015のリングネームで入信。入信理由は、世界最高の性行為ができる教団だと思ったから。2017年、第2本で復活した。 BJW 認定ジュニアヘビー級王座の初代王者決定リーグ戦に出場し優勝。同王座初代王者に輝く。ありがとうございます。